年商37億社長、あなたはどちらのタイプ？人にはですね、まあ、生き方として2種類あるって僕はずっと思ってて、1つは目的達成型、ある目的を決めてそれに向かって着実に、今日はこれをしないといけない、明日はこれをしないといけない、何歳の時に何ができるっていうふうに目的を決めてそれを達成していくっていうのが目的達成型。あと天命成就型っていうのがあるんですよ。自分の目的を定めるわけではなくて、今やってることに一生懸命やる、その一生懸命やった結果、行き着く先は分かんないけども、今目の前のことを一生懸命やっていくんだっていうのが天命成就型。僕はどっちかっていうと天命成就型なんですよ。とにかく目の前のことを一生懸命やっていくみたいな。一冊の本を読むことがあなたの目標ですってなった時に、1日3ページ読めば目的が達成できる。区切りが良くても悪くても3ページしか読まないのと、僕ら天命成就型は読めるときに山全部ほとんど読んでしまう。でも他のことが気になって やることができなくなったときは、最終的にその本を読めない可能性の方が大きいんです。絶対この本を読んでしまいたいっていう人は目的成就型、今面白いとこ読んじゃえばそれでいいんだって思う人は天命成就型っていうような風に考えると分かりやすいかな。